NHK、ずさんな番組制作を暴露され大炎上。ミュージシャンの竹内太郎さんが13日にツイッターにて次のような発言をいたしました。NHK ニュースの熱像が話題になってるけど、今日 E テレのギターの歴史に関して取材を受けた際、番組内容の明らかな誤りをいくつか指摘してきたら、もうその部分は作っちゃったんで、 このままで行きますと言われ、対数は同じなんだなと思いました。E テレの担当者は、僕が番組内容の間違いを丁寧に説明した際に、よくわかりました。全くその通りですと言ったにもかかわらず、視聴者は理解できないだろうし、知らせなくてもいいですね。もうその部分は作っちゃったしと続けた。 NHK の視聴者は制作側にものすごく馬鹿にされているとなっておりまして。まあこちら、事実であれば、またとんでもない事態が発覚してしまっておりますけれども、NHK の E テレは教育、教養番組の放送を、番組制作を担当しておりますので、その放送局がこれでは 番組内容全般について、間違いがないかどうか、速やかにですね、検証する必要があるのではないでしょうか。まあ、こちら、国会において、まあ、問題にした方がいいんじゃないかと思われますので、国会の総務委員会には NHK が引き起こしている問題について、しっかりと説明を受け、改善を要求していただくようお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。